田信玄、上杉謙信両軍の参陣もあり、五条原の戦いは連合軍の勝利に終わった。一方で信長の画策に助けられて、オロチの元を脱した総飛軍や孫策軍も勝利を重ね、オロチ軍を追い詰めていた。オロチに抗う者をまとめ、オロチを打ち破る時が来た。魔王対魔王、信長とオロチの対決が、オロチの最後の牙城コシ城で今始まろうとしていた。ようやく開幕ぞ。最後の戦、興じようぞ、オロチ。南より攻める。全軍南方二つの砦を制圧せよ。砦の敵をどうおびき出すか。わしの軍略の出番かの。宿敵、共に闘争を楽しむ。敵が来たぞ。棒でぶちのめせ。攻撃を止めねば大打撃を食らっちゃうの。開け放たる信用、敵の策。敵が来やがった。敵が撤退。この程度では満足できない。家康たわりその関係を蹂躙せ。ここで口当てろ。先生、あがくがいい。敵将、討ち取ったり。さすがじゃな。これで軍を進められよ。満足できん。さあ、敵はどう動く。何も知らずに来やがったな。攻撃開始。存分に味わうがいい。引っかかった引っかかった。そこで攻撃開始。よろしい。行きます。はい。ピロゲの砦か。幼稚な罠じゃの。この罠を逆手に取って敵をおびき出すかに。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、言わしました。お見事です。バイバイ。お次はこれだ。よろしゅうに。かわいそうに。はい。行ってみるか。別さにお任せよ。陣中の玉を使われた御陣が本番とは寂しいの。どうするか、じじい。およじにさせてやる。我慢。今動いたら作戦の台無し。作戦？
楽しみじゃの。コート復元、闘争の時は来たね。カノホ、他祖打ち払うべし。よろしいね。おやおや、仮面のおじさん、罠にかかっちゃったね。よよよ、はい、罠にかかった東鳥座の敵を潰すぞ。全軍出撃。よよよ、さあ、ここで口を当てろ。私と手合わせ願おう。てみるか。ここからは全力だ。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、言わしました。さすがじゃな。撤退します。あとを頼みました。敵将、打ち取ったね。お見事でございます。この程度では満足できな。中高級織田信長殿の加勢に推進。いざ尋常に勝負。敵が来たぞ。ここでぶちのめせ。私では止められぬ。敵将、打ち取ったね。うぬな武功、褒めおこ。手始め、あの砦を落とすか。信長様の思い、確かに届いていた。勝てるぞ。来たか。信長様の目論みが当たったようじゃない。俺の攻撃、かわせるか。良い戦いぶりよの。敵の総援だと。砦を守らねば危ういぞ。我が策、なれ。じゃ、こっちで行くか。我が力、存分に味わうがいい。まんまと敵の策にかかると。よく、昭和王の指示いかに。しかし、孫策を動かしたのはあなた。で、ある。ひとまず、撤退だ。敵将、打ち取ったね。さすがじゃな。次に会った時が貴様の最後だ。敵将、打ち取ったね。うぬな武功、褒めおこ。さあ、どこからでもかかってこい。良い戦いぶりよの。敵の要衝たる噴火砲砦で我らにお任せいただく。次は負けない。敵将、打ち取ったね。お見事でございます。よし、運動しよう。よし、障害が一つ覗かれたか。ああ、私の大事な噴火包茶をよく。しつけのため、いきますね。ご仕置きしてあげないとね。よよよ、はい。我が力、存分に味わうがいい。よ、はい。よよ、よよ、はい。せいぜいあがくがいい。敵将、言わしました。うぬな武功、褒めおこ。無様な戦をしよって。俺が出ねば話にな。ちょっと、勝手に持ち場を離れちゃダメだよ。おれ、俺
それがクズどもを残らず始末してくれる。我が力存分に味わうがいい。良い戦いぶりを。次に会った時が貴様の最後だ。味わうがいい。はい、敵将、いたしました。よき闘将。はい、どうにもならぬ。敵将、いたしました。お見事です。ちょうど手薄になった砦の近くに援軍が来るなんて、信長さんたちの作戦通り。まさか偶然だよね。ダッキー、何をしている。早く反撃せんか。我が力存分に味わうがいい。はい、せいぜい赤くがいい。貴様はここで口当てろ。敵将、言わせました。うぬな不幸、米をこう。せいぜい赤くがいい。敵将、言わせました。さすがじゃな。さあ、どこからでもかかってこい。我が部、味わうがいい。拙者にお任せ。よろしいに。こいやればなるまい。敵将、言わせました。うぬな不幸、褒めを。うちの前にて元気出しておくれやす。ひとまず撤退だ。敵将、討ち取ったれ。良き闘将よ。南の砦は二つとも落ちたか。余興はここまでぞ。全軍前進、オロチを絶やせ。わ、信長がオロチ様んとこ行っちゃうよ。戻ってやるか。オロチに挑みたい。こいよ、別にお任せを。これを超えてみろ。父上すら叶わなかった男。しかし引ける。ここでビビっちゃう男が去るわ。超えたるで。ええ男なんや。うちといつのにおいでやす。貴様、朝鮮の足元にも及ばん。みんな、よろしい。私は校長なんです。行きます。はい、行ってみるか。おい、挑む価値があるようだな。来い、我にその武を示すがよい。これ以上勝手な真似はさせぬ。果たしては止められぬ。敵将、討ち取ったれ。さすがじゃな。撤退します。後を頼みました。敵将、討ち取ったれ。鮮やかなお手並み。さあ、私にお任せを。オロチの前にお前を討ち取ってやる。あなた、お父さんがいなくても戦えるんだ。もう誰の背中も負わない。この戦で証明する。よろしゅうに。どうしたの。もっと怒ってみるか。拙者にお任せ。
それなりに楽しめたかな。じゃあね。敵将討ち取ったり。まだぬるい艦艇、迷いは敵ぞ。切に願う貴様ら強者であることを。ウヌは無意識に誰かの背中を追う。それがウヌの望みか。違います。ならば証明してみせよ。背中なき戦、生き抜いてみせよ。はい。カンペ、行け。ウヌの前にもはや遮る背中はない。はい。人海の教師、この部を我に示せ。この手で。自分の力で道を開いてみせ。みんなが笑って暮らせる世のため、てみるか。負けられんのさ。列車にお任せ。よろしい。うちが案内しますよ。てみるか。ねえ、国に帰りましょう。なかなか楽しませてくれる。よろしいに。良い戦いぶりよの。よっまだ行ってみるか。まだ果てるには早いぞ。よっ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 しゃー。よっ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 しゃー。よっ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 しゃー。列車にお任せ。敵将討ち取ったり。これは始まりぞ。なるほど、これでは終われぬしな。近い。空気の読めない3人だっての。ほら、また戦するっての。怒っちゃうよ。はじむるは戦にあらず。世を作り直さんとな。